占い男ね、はい、まあ、俺以外で占い男っつったらもう岐阜の伊藤さん。お、ここはやべえとこだよ。これ買ってたら菊ちゃん怒ると思うよ。めっちゃ俺好きでしたから、この色合い。そうでしょ、やっぱ。そしたら俺だってこれ買ってなくちゃいけないね。だから菊ちゃん、はい、これはもう許される仕入れでしょ。まあでもそうっすね。ね、このペケジェちゃんを見て、はいはい、興奮冷めやらぬ中、はい、ね、ほんと失礼いたしますが、はい、菊ちゃんが初めて買ったオートバイは何ですか。はい、僕は CBX400F、はい、最後の別れはどうだったんですか。まあ、辛い別れがありました。はい、どういうふうに。まあちょっとその当時ね、うん、僕は別に暴走族ではなかったんですけど CBX とか乗ってたんで、はいはいはい、ちょっといろいろ周りのやんちゃな人らに貸して貸してってなったりして、うん、ボロボロになって、うんうん、そのまま、まあ廃車にしてしまったという。菊池さん、はい、俺それ見つけたんです。え、なんすか。それ見つけたってどういうことですか。あなたのその時の CBX はソリッドでしたね。ソリッドでした。見つけたんです。見つかるわけない見つかるわけないですちゃん、はい、こいつをちょっと開けてください。うわっ、ちょっと待ってください。何回驚かされるんですか。うわすげえ。菊ちゃん、こいつじゃないんですか。いや、こいつですすごっ。岐阜に行ってこれを購入したと、はい、しかしながら本題、私は仕事が終わった夜11時、あの Z1 グランプリの CBX550 を見ながら一人考えてたんですよ、はい、こんな調子がいい CBX のエンジンを下ろして、はい、CBR のエンジンを積むことに意味があるのか、はい、見ました。インスタでそれ考えてたっていうのは見ました、はい、俺は違うんじゃねえかと、はい。いやでもやっぱいいな。いいでしょ。となったら今回のペケジェのゴーゴーちゃん、はい、CBX400、はい、この2台は許されますか。これはちょっと僕の中でも許すしかない案件ですね。そうですよね、はい、いいこと言う。大ちゃん、なんでそんな細いとこ入るんですか何やってんすか大ちゃん。なんかね、狭いとこって落ち着きますよね。落ち着きます。貧乏人ならず、うん、お二人、はい、本日からね、はい、CBX、はい、レブエンジン、はい、ね、ついに やることになったわけですが、はい、先ほど話しました、はい、これでしょう。いやこれね、大ちゃんお初ですね。これお初です。これはですね、いや意思疎通してるな、ちゃんとねこういう感じですよ。今後こういうスタイルで言ってください。どういうスタイルそんなスタイルあったんですかね。インボードがね、これもうフロントシングルですから、はい、これはもうダブル2つね。超めんどくさいやつ、ね、いやマジで最悪。俺もこれタイヤ交換断りますからいつも。しかし、はい、キクちゃんのね、はい、リクエストもあり、はい、これはもう2型ホイールにしたいですね。私ビカビカの2型ホイール持ってますから、はい、赤ソリッド、ビートオッポ、ダイシン、最高ですね。この仕様で乗っていただきます、はい、マジでそれはもう菊池17歳仕様だ。そうでしょ、はい、だから菊ちゃんも当時流行った蛍光オレンジのランニングに白の短パン。いやそんな時代なかったですよ。ないですか。そんな時なかったですよ。ないですか、はい、あの白のポロシャツにピチピチのジーパンをイン。その時代もなかったですよね。なかった。腰パンの時代とか、あのケミカルジーンズ時代はありました、ね、ああそういうことですね、はいはいはい、じゃあもうそういうスタイルで菊ちゃんはもう行ってください今年はね。これで海岸線をね、はい、走る。いやー夢ですね。はい、夏までに絶対に走る。頑張んないといけないですね。じゃあね、そうですよね、はい、ただいま、はい、
大ちゃん、時刻は何時ですか？14時、ジャスト。18時までにエンジンを下ろし、はい、わなるほど、エンジンを積む。いけます？ゆきちゃん、はい、私がいるんです。いや、そうなんですけど。そして、はい、大ちゃんがいるんです。はい、大ちゃんは、はい、夕方寒くなるんで、はい、4時には帰りますから。最初ですね。15時半でお願いします。ダメですよ、はい。ダメですよ。ちょっと店があるんで。まずは外装を外してください。はい、そうですね。でシートはね、はい、菊ちゃんはあの若い時の写真見せてもらったんですけど、このシートなんですよ。坊主張りの純正シート。謎の坊主張りがついてたんで。なんであの時坊主張りだったん？本当にこの感じでしたよ。どこで買ったかもでも覚えてないでしょ。もう買ったのはでも東京のバイク屋さんだったんですけど、うん、あの当時雑誌で調べるとかしかはいはいはい、なかったんで、うんうん、もう本当に白黒の写真で CBX 見つけて、うん、あこれソリッドだっつって、うん、見に行って、うん、あ綺麗だっつって買ったんですよ。へえ、うん、俺はね当時、はい、個人売買でしか買ったことがないんですよ。あそうなんですね。はい、だいたい誰々の兄貴の友達とか、あまあそういうのはね、うん、ありますよね、はい、確かに。はぁ、爪折れとるやないかい。こっちはね、しっかりしてる。なんでここ折るかな。そんな取るの大変？やべえ、やっちゃうんでしょうね。ねえ。こっちもほら。あ、直した跡ある。お、ついてる。いい。入ってないですね。いいね。これタンクね、中も綺麗なんですよ。あ、そうなんですか。はい。うわぁ、テール割れてるやん。ほら。あ、ほんとだ。あこういうね。でもね、菊ちゃん、はい、安心してください、はい、私は最初からこいつは使うつもりないですから。そうなんですね。はい、大ちゃんがカフェやったら、はい、俺の読者並べてよ。先に1個ちょっとバーをもうやることになってるんで、三軒茶屋の大マス、あそこをね今度バーにするという。そうです、業態変更で。そう、相席バーでしょご希望あらばノーパンバー。今の時代そんなのあるの？だから今さ、ネオ昭和ブームでしょ。昭和の代名詞といえばインベーダーとノーパン喫茶やろ。何やったんやろな、ノーパン喫茶。すごかったよね、今考えると。経験してないですよ、さすがに。小学校とか中学校ぐらいだったけど。結構されてるね、これ。そうですね。でもね、これは菊池青春仕様を作った後のテストはしちゃいますから、はい、これさ、ほんとこの CBX のさ、はい、ノーマル缶ってさ、はい、めちゃくちゃ捨てられてるじゃん、はい、メーカーの人はさ、はい、そうじゃやっぱ分からんかったんやろな、こういう扱いを受けるとは。かっこいいよね、いっぱいとかね。そうなんですよね。こんなクロスしてるいっぱいをわざわざ作るなんて吉村サイクロンとホンダだけですよ。4ホンダはさ、なんで集合感だったのにさ、これ集合感にしなかったんだろうね、逆に。おこの X でいっぱい用したかったからかな。かっこいいけどさ、次 CBX 菊ちゃんが買ってもまた集合感つけるでしょ。そう思います。やっぱ CBX 乗ってね、ノーマルはなかなかちょっとむずいよね、はい、正直。なんかスンスン言うて乗りたくないですもんね。大ちゃんいいこと言う。 CBX さ、ノーマル感だとあんなスン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 なのにさ集合感やるだけでなんであんないい音になるんですかね。超驚き、はい、イタリアのマフラーって、はい、見て繋がってないんですよ。ほんとだ。22で独立してると。そう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 。だからすぐ取れました、パコンと。あね、はい、これおもろいね、このマフラーの形状。こんなことになってんだね。これでもバグの集合化みたいじゃない。ねね、ほぼ一緒です。うわー、これよ。あ、これね、程度がいいCBX ってのはね、菊ちゃん、これですね。これが全部残ってん、爪が。うん、独裁にされてるともうこれが折れてやり、はい、大体これ折れてますよね。これはいいよ。これ大事ですね。これ超大事。何これマジで。うわー、これ2時間かかるでしょ、菊ちゃん。絶対にこんなことやるの。どういうこと。もう取れてるはずなの。
泥受けがなくなるだけでめちゃくちゃかっこよくない？いきなり不良感が出てきますね。え、これ CBX ってさ、ほんと泥よけある方がおかしいもんな。いらないですね。かっこいい。ここからナンバーステー取ってたな俺。ああ、外してね。俺はね、俺はこれから取ってた。いや、そうです、俺もこうです。これです。ここの間ね。はい、うん、これをこう外してその間に入れてっていう、ね、そう、はい、とりあえず菊ちゃん、はい、これ、はい、オイル抜きましょう、はい、ね、これさ、はい、ドロッドロでさ、もうさ、ちょっと外でめっちゃ見る、気になるんだよなお化粧してる人ね中だから人が言う可能性を感じてないんですかね、マジでびっくりするぐらい面白いですね。オイルすごい粘度ですね。まあでもちゃんと入ってて、うん、そっから動かしてないっていうことではね。そうね、そうね、水とか出てくるよりはね、うん、いや水じゃなくてよかったね。水だったらもう終わりですから終わりチャンネル本当に、うん、終わってるエンジンではあるってことですね。そうそう、どっちにしろ終わってますからね、これは。そしたらこれで8ミリで取りますから。これはだってそのまま俺使いますから。シビアの前じゃん、あれはちょっと CBX につけたらおかしいね、うん、すごいよこれマジで重油すごいなね。ゃん、はい、今日の福島では無理ですよやはり、いやもう普通のバイクだったらできますよ。はい、サビッサビなんでね、一個一個がちょっと取れないですね。ボルトが全然回らないですよ。はい、やっぱり簡単に行くもんではなかったですね。そうなんですよ、これ、はい、別にもう交換するから、はい、インシュレーター割れちゃってもいいんだけど、はい、割れると取ると超大変なんだ。あ、そうなんですね。よっしゃー、ほら、おー、来ました、最悪、メリメリ最悪、ほらメリメリ言ってますけど、これこういう風にもげると横に取れないから一番大変なんですよ。でもキャブもね、あんまりほら変なやり方すると、はい、こいつらこそ、はい、めちゃくちゃほら今の時代ね、高いキャブレターって命ですから、うん、キャブはこのまま使えるわけですよね。使う予定は CBR にするんで、はい、あ、キャブは CBR のキャブを使います。あ、やっぱそこは違うんですね。ね、後継は CBX の55と同じなんですよ、はい、あ、そうなんだ。うわ、できた、よし、取れた、出てきた。遠ミリのはずなのに遠ミリが入んないですよサビで太っちゃってるわけですね。いいね、サビで太っちゃって、なんか、はい、なかなか玄人な話になりますね。あ、痩せちゃってのパターンもありますよね。あ、菊ちゃん、はい、ちょっと、はい、だいぶ玄人じゃないですかそうですかでほら見てください、もうもげてますから。うわ、本当だ、もう、まあ、もうこうなったら終わりよ、はいはい、菊ちゃん、もうこうなったらね、はい、もうこれ終わりですから、はい、まあこのアクセルワイヤーとかもね、使うわけではないですからね。新品入れますから、はい、もうこんなのがね、はい、もう時間の無駄、はい、安全買ったら、ね、時間の無駄、こんなんやさ、やったら本当時間の無駄、ね、ああ、ほら、ね、はい、取れました、はい、キャブ取れました。取れてはないんですけどね取れましたというか、取りました、はい、無理やりでも取りました、はい、あの、だからタンク、違うタンクに変えられてたんで、え、赤でなかったんですよ、最後。嘘、はい、だから誰かがもうどっかに乗せ替えたんですよ。ひどい話ですよ、本当に。地獄の時代でした、ほんとうわー、もう一回直そうって気にはならないぐらい、もうなんかボロく見えたんですよね。タンクはボロいし、サイドカバーとかテールとかついてもなかったんじゃないかなだ、それでも菊池少年は当時もう嫌気がさし、はい、そうなんですよ。だからもう厄介からもう終わったみたいな感じにもちょっとなってましたね。はい、逆にもう俺はそうなんですよ、こいつとは別れ、あ、もうこれ手放すしかないから、もう貸してとか、あれどうしたとか、あの先輩の連絡とかもねえなっていう。あそこでね、バイク人生華やかにスタートしたはずが地獄に落とされて終わったんですよ、一時。先輩、はい、辛かったですね。辛かったです。なんか代表して俺謝らせてもらすいません、本当にお願いしますよ、もうね、もうね、はい、今の時代はもうそんなことできる時代じゃないじゃないですからね、はい、ね、全部。だから菊池少年がこれを乗るときは、はい、もう全部新品よ、はい、だから当時の、はい、あれをね、俺が代表して菊池先輩に弁償するよ、はい、すいません、本当に、ね、
菊池先輩の怨念はここで終わるんです、菊池先輩の怨念ってことになって、菊池少年の先輩への怨念はここで終わるんです、はい、ね、すごくいいことじゃないですか。そうですね、はい、でもマジであんな嫌な思い出にはなりましたけど、あの時バイク俺買ってなかったら、うん、ここまでバイク好きにはなってなかったんで、あのね、はい、俺正直、はい、菊ちゃんが昔 CBX 乗ってたから、はい、こんだけ話盛り上がるんだと思う。ああそうですか、盛り上がんないじゃん、はい、昔の話できないと。そうっすね、辛い思いはしたけども、そうそうそう、将来このね出会いとこの楽しい YouTube が待っていたと思えば。そうだよ、うわちょっと少しずつ外れては来てますけど、ね、そしたら次はここでスプロケットをね外していく、はい、ほうほうほう、こっちですね、ね、うわーすごい手首折れるかと、ボルト1個ずつこの力で全部かな、でもね、こっからは、はい、もうあれですか、インパクトの力使いますから。あそうですね、はい、これ覚えておいてほしいですけど、はい、CBX って、はい、これをね、つけたままエンジンを下ろすと、はいはい、ここ大体割れてるんで、だから、はい、あの CBX をね、はい、買うときとか、はい、こういうとこ見た方がいいですよ。あ、これを一回下ろされてるの、ほうほうほう、これ何なんですか。これただの、あの、はい、カバーなんですよ。へえ。あ、それをじゃあ取っとかないと、これを取ってから、まあ、下ろした方が、はい、まあ、安全だと。へえ。そんな、こんなんあるのも知らなかった。なんかそんなだから細かいとこ見てないですよね。そうなんですよ。絶対取れる気がしねえわ。大変だなマジで。マジで聞くじゃん。一つがもう。本当。取れる気しねえぐらい。動いてないですか全く。一つも動いてないですよ。どうなってるの ？CRC 先生もダメですかそう簡単に。ちょっと高級な方の。やつですけど、ちょっと動いてないもんな確かに。あ、動いてきた。動いてないですね。あ、ちょっとずつ、あ、来てる来てる。ちょっとずつ動いてますよ。やっぱ高級な方だからでしょ、菊ちゃん。これ完全に。ちょっ、これやっぱ高級な方だから。ほら、高級な方だから。うん、動きましたね。完全に動きましたいいっす。ありがとうございます。あんなに動いてなかったやつがもうすぐ。おら、取れた。取れる時はこんなもんよ。ポロッとなって感じ。はい、ね。これもだからもう一回ね、私が綺麗にすれば外した時綺麗にすると大丈夫になるんですよね。いいね、はい、こっからはもう楽しい作業。はい、楽しくはない。楽しくはない。ほらどんどんいくよ。でもこの辺はフレームとがっちりつけられてるところを外し始めたと。これ、はい、あっという間にもうエンジン降りますよ。来ました、はい、やっぱり下準備が大変な。そう、はい、そういうこと。あとこのじゃ中の、いやそうだよ、あと数本取ったら、はい、もういよいよ下ろす。すごい、俺はもう16歳17歳で CBX のエンジン下ろしてますから。さすがでもその時はこういうの知らないんで、はいはい、単管パイプ使って撮ってます、はい、へえ。オイルクーラーとかそのまんまで。あ、そうなんですか、はい、あ、いった、よっしゃー、いきました。ほら、あ、来た来た来た来ました。こいつが飛び出してきて、はい、もう今これだけですか。そう、へえ。はい、うわ来た、抜いた、抜けまして、でこっからもう最後のね、はい、もうここ最後ですから。じゃあ、はい、まずねこれジャッキで上げてここまで持ってきますか。ほうほう、もう取れてはいるってことですね。うわすごい浮いてる浮いてる、全然全然全然、うわすごい、全然もう全然全然フリーだ、フリー。ほら、でもう下もどこも使ってないんで、はい、はあ、ね、いけそうですか。気合、あ、気合入れてる。あ、出た、関取の人がやるやつだ高見盛りとかがやってますよ。うわ気合だこれ。
に設置しようか。せーの、よーいいぞー、はい、取れた、さあ、よかった、すごい、無事に下ろせましたと、はい、というわけで、もうこれからなんですよ、菊ちゃん、はい、次は、はい、同じことやります、乗せるわけですね、今度は、はい、大変だぞ、今まだ4時半なんで、これできるでしょ、乗せるとこまでね、ああやるって言ってたんで行きたいですね、やりましょう、はい、いやー、しこしきてますな、やっぱりね、力仕事がね、大変ですよ、そう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 、もう力仕事ってもうとにかく大変、せーの、待ってよ、よっしゃ、はいはいはい、あー乗っかったー。あー乗った気持ちもあれですね、前に、あ、でも今あ、よっしゃー、あ、いいいいですか、うん、これでもうまっすぐ行ったらそのまま叩いちゃっていいですか、うん、あ、行ってます、あー、行った行った行きました、よっしゃー、じゃあ、はい、1個入ったらもうこっちもんよ、なるほど、サービスマニュアル、はい、通りやっても、はい、結局もう53歳と49歳の、はい、ね、はい、その2人がマニュアル通りにやったって、はい、力ないんですよ、簡単にはいかないですね、いやマジで、もちろん書いてあることが間違ってるわけじゃないですけど、うん、微妙な角度一つ、微妙なね、そうそう、なんか人1センチ2センチの角度だけで変わってきますからね、本当だよ、あれできる、ちゃんとやってましたけどね、ちょっとテンション上がったね、ね、乗った時はね、だから本来はこういうところね、ちゃんとゴムチューブとか巻いて、はい、養生してね、はい、やるんですけど、そうですね、まあ、今回はあくまでも一回ね、はい、ボロボロでもそう乗せてみようということですからね、 それで、はい、最終的にプロレスとは、そうですね、その時はもうもう ま, す、まあ、まさにあのこっちのバブやった時みたいにね、はい、うわーでも一つやっぱついたらもうあとはもう基準ができたんで、そう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 、もう、はい、ほんと簡単っすよ、はい、簡単っつったら嘘だ、まあ確実にやっていけばってことですね、そうそうそう、ガキの頃、はい、何も見ないで、はい、こういうのチャレンジしたのすごいよね、すごいですね、何だったんだろうな、まあでもそれがスタートで結果、うん、バイク屋さんになるわけですからね、だから意外と学生の頃とか熱中したものがそのまま将来仕事につながるパターン多いのかもしれないですね、あ多いね、 あの頃好きなものって変わらないんだな、そうなんだよ、はい、だからもうねお子さんがね勉強もしないでそんなことやってっていう、それがでも将来仕事になる可能性があるんで、だからさ、はい、結果、はい、同じこと言ってんじゃない、あね、そうっすね、あ自分も言われたみたいな、同じなんですね、あここのエンジンハンガーつけたら、はい、もう多分終わりじゃねこれ、はい、いやエンジン下ろしてエンジン乗せるっていうのはね1日でやる作業じゃないですよ、だってさ俺これ一人でやってたら、はい、今日やってないよ別にただその朝からエンジン下ろして乗せてじゃないです、その前にもう一個作業してますからね、そうなんだよ、そうなんですよ、バイク屋さんでさめちゃくちゃさ、はい、ずーっと動いてなきゃいけないですね、そう、最後のネジでございます、はい、いきますよ、はい、はい、終わりね、はい、というわけで、はい、もう全部、はい、止めなきゃいけないネジは、はい、止めました、いやーでも来ましたねここまで、本当だから一応菊ちゃん、はい、次回、はい、やるときに、はい、コンプレッション測りましょう、あーそうっすね、うん、あのオイルを、はい、あのオイルクーラーつけて、はい、オイルを
エンジンに回してあげて、はいはい、すごいなレブ、はい、レブがついてるエンジンに変わりました。マジで少年さ、はい、フロントアップして絞るでしょ。ちょっとそうですね、絞ったでしょ。菊池少年はもう本当にあのまずこのピン外してギリギリまで上げて、それでこうやってましたね。そっちでやってた、はい、だからフロントアップしてないんだ。一回してみてなんかやっぱ前下がったなみたいな、ちょっとなんかそれが嫌で、できる限りこのまま行こうって、やっぱあんまり俺ノーマルから動かしたくないタイプなんで。菊池先輩その時からそうなの、はい、そうなんですよ。とにかく、はい、あれこれやる前に、はい、まず完全に、はい、エンジンかかるとこまでやって、はい、それからネックのベアリングとか、はい、そうですね、ベアリングとかフロントフォーク、はい、キャリパー、はい、全部やって、はぁ大変だぞこら。あーやばいことやってる、またうわこれでもソリッドの出来上がって横須賀走るの一番楽しいな。そうだよ、あねえ、菊ちゃんこれで横須賀走んだよね。いや自分のあの55で走った時もやっぱり感動はしましたけど、ちょっとまたその種類とは違う感動が訪れますね。はい、次は、はい、大臣です。いやそこですよ、400で大臣で、わあこれもだからこのぐらいでね、うん、してのミラーなんだったの。はい、ミラーナポレオンです。どのナポレオン、あのそっちの、はい、あこれね、はい、もう定番の今はつけてます。あれがあの時は最先端でしたからね。そう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 、はい、もう CBX あれ以外ダメみたいだね、はい、うん、絶対あれでしたから。なんか菊ちゃん、はい、もうかっこいいよ。何もなくても、いやでしかも、はい、これもうこのサイドビューよ、これめちゃくちゃ価値あるから ね今。これそうなんですね、うん、これ再販じゃねえサイドビューだよ、本物、うん、いわゆる当時物ってやつ、ね、そうすごいな。というわけでね、菊ちゃん、はい、もう大変でしたけど、はい、今日は本当ありがとうございました。いや楽しい作業でございました、はあ、もう今日一回外でプシューやってプラグ外してオイル入れとこうかな。あーそうですね、綺麗にしといた方がね。大ちゃん、はい、そういえばさ、はい、CB さ、大ちゃんが一番乗ってる説、はい、俺たちのほら2台3台、はいはい、あるから、うん、ええでしょみたいな。大ちゃんは1台で乗り倒してるから、はい、もう消耗が早いから、はい、もう1台買いなさいと、はい、そういう話したでしょ、はい、大ちゃん俺すげえ4砲今作ったんですよ。ちょっと見る？見たい。見てええよ。いやだって触ったら怒ったから、この前。そうそう、触れずに。そうだ、あそうだね、大ちゃん前回佐田くんと来た時にこれ何っつった瞬間俺がそうめっちゃ変な顔しようじゃん。そう、そうだったんですね。そうだから佐田くんにバレたらやばいと思って。ああ菊池くんは知った、社員、僕はもちろん社員さんやもんね、社員なんで。ちょっと失礼します。ほらこの時点でやっちゃってる。あ出た、うん、ナダル。おやっちゃった。何色に渋大ちゃん、あ何これ、これはもう大ちゃんのために作ったと言っても過言じゃないですか。大ちゃんのダメだったんですね。大ちゃんこれはね、ほら大ちゃんの CB のちっちゃい版、うん、おお。どう大ちゃん、うわサイズかわいい。大ちゃん、大ちゃんぴったりやな。ちょうだよ。ああいいですね、4歩は。確かに4歩でも、うん、4歩あって、うん、もし僕がね乗るってなったら、うん、慎吾くん許さへんからね、うん、いや大丈夫大丈夫。もう往復ビンタすればいいよ。頑張っとけよお前つって。いいねこの感じ、うん、いいでしょ。ただ、うん、ただちょっとシートは川口さんに相談やね。あもう短いやつね。うんうんうん、ね、もう菊ちゃんがもうバラシに入ってるっつうのに俺はもう飽きてこんなことをやってるわけでございます。1,2,3 はい、1,2,3 はい、1,2,3 はい、もう一回やっていい？はい。いいよ、はい。